いつも見てくださっている皆様、ありがとうございます。どうも、まどかです。ということで、今回は野池リベンジしに行きたいと思います。この間は雪の日、雪が降ってて、もう丸一日外が暗くなるまでやったんですけど、ちょっとバイトが1回あったかなみたいなぐらいで、全然ダメだったので、そのリベンジに行きたいと思います。ということで、早速もう行きます。レッツゴー。はい、じゃあ今日は野池リベンジということで、この間坊主を食らってしまったね野池に移動してきました。もうね、ちょっと最初は巻きに巻いていこうと思います。 TN と、アシュラと、これがメタルバイブですね。どこのやつ、オーバーライドかな、オーバーライドついてると思います。この形でやっていきます。もうこの間来た時ね、もうど真ん中、めっちゃど真ん中で魚の当たりがあったんで、ど真ん中狙い目でいきます。昨日雨が降って、ボトムの方が冷たいと思うんで、今日はちょっと中層を狙いにいきます。中層巻き巻きで、ちょっとね、坊主とバラシがね続いてるんでね、今日はどうしても釣っていきたいところですね。ちょっとアシュラ入れていきます。アシュラ、あー、そう、ではちょっと、やっぱ後ろにね草があるとちょっと気にしちゃうね。結構ただ巻き、いや、ミノってさ、ただ巻きの、ただ巻きとキョイッチやったらどっちがあれやなんかな、どっちの方がええんやろ。キョイッチの仕方がさ、いまいち分からんちゃけど、シュイ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 、ちょっと早いんか。ちょっとね、すいませんけども、ライジャケをつけ忘れてたので、取りに行ってきます。よし、反対側に来ましたよ。あ、でも、いやいや、この間の坊主の時より増えとるよ。だってあの木よりももっと向こうやったもん、行けるところ。なるほどなるほど、やっぱそう簡単にはかってくれやしませんね。中層じゃないんかな、意外と。じゃあオーバーライドね、オーバーライドの8分の1投げていきます。まあ冬メタルはね、結構よく聞くし、みんなよく釣ってるし、でも私はこれで釣ったことはありません。まあこれ着地しまして、そこボトムに着くまで待ちまして、リフト&コール、ちょっとね、朝っていうか、さっき言ったように
昨日冷たい雨が降ってでね浮いてるんじゃないかと思って今まで、バイブと TN と何あアシュラかアシュラを使ってたんですけど全然反応なかったのでやはりボトムかな。いや、よくわからんけんやっぱり定番冬メタル使っていきます。冬メタルってなんか名前かっこよくない？いやーでもねこの冬で結構巻物を使うっていうことを覚えたけんねちょっとこの3つのどれかで釣りたいという願望がある今日は、まあ、この3つっていうか、まあ、巻き、まあ、ちょっとこのメタルは巻きっていうのか、巻きとは言わんかもしれんけどなんていうかハードプラグハードルアーハードルアーちょっと釣っていきたいですね。あんま反応がないよもう。どうしよう。来たー来た。オーバーライドオーバーライド。え待って。オーバーライド。来た。いや来た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 。いやでかくないでかくない。しかもでかくない。いいいいよいいよいい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 来た来た。えなんかすれてない。すれがかりじゃね。すれがかりじゃない。バスバスバス。でもすれがかりやなこれ。え取れんよね。大丈夫。ちょ待って。来たけど来たけどめっちゃすれがかりやな。あー待って。あすれてるね君。めちゃめちゃすれてるね。あやったー。でもめっちゃすれがかりだ。でかくね。しかもはい待って。やったでもごめん口じゃなかったっす。口じゃない。あのここここめっちゃそれがかり。全然口じゃない。でかい。めっちゃでかい。めっちゃでかい。引いたもん。あの引いたもん。ちょっと待って。手が震える。手が震える。待ってちょっと待ってね。ちょっと待ってね君。ごめんねこんなとこにかけてもて。あめっちゃかかっとるわこれ。取れるかな。ちょっと待って。手術緊急手術を行います。よいしょ。いやでかくない。でかいぞこれ。はいちょっとかけ直しまして。オーバーライドオーバーライドかけ直しまして。じゃーん来ました。結構でかいよこれ。いや多分ね43ぐらいと思う。ちょっと測ってみましょうか。いや嬉しい。でも初めてあのメタルで釣った私釣りました。43予想。よいしょ。はい。ほら。ノイケリベンジ成功。ということで幕を閉じたいと思います。
もう最近の動画は本当坊主とバラシばっかりで、めちゃめちゃやっぱ嬉しかったですね。もうめっちゃ手がもうこんなんでしたもん。これがバス釣りの醍醐味ですね、やっぱり。いや嬉しかった。まあ、今日の動画はもう冬なんでちょっと釣れないんで、どうにかして釣りたかったので、普通に野池リベンジっていう形の動画なんですけど、次回は何か企画ものをやっていきたいと思います。まあ、今は佐賀クリークとかにはちょっと今行けないので、クリークダーツの旅はちょっと控えて、場所がちょっと限られてくるので控えて、フィールドスタッフとかそのあたりの企画を次回はやっていきたいと思います。いやー今日は釣れてよかったです。ご視聴ありがとうございました。また次回も見てください。バイバイ。